うわ、痛い。あったあった。はい、継承ぎっくりに対して、最初はリラクゼーションもみ、関連してる筋肉が、臀部、ハム、腰部ほぐしてどうなるか少し試してみたいと思います。お願いします。うつ伏せにできるってことは継承なんですね。中小からうつ伏せ絶対できないですからね。あわあさ、パンパンじゃないですか。いやだから硬くなっちゃってるでしょ。よし、じゃあ起きます。あ、でもこういうふうに起きられる。普通横にずらして起きなくちゃいけなかったんで、だいたい20分ぐらい、20分ぐらいだよね。30分経たないよね。とりあえずリラクゼーションもみだけでどれぐらい腰が改善したか、今やったのは腰部の緊張ガーッと入ってるのが取れた状態です。緊張は取れてます。あと臀部の緊張も取れてます。この状態でまたちょっと検査というか前屈とかやってみます。しっかり力抜きます。屈伸はできます。これはこれはダメですね。全然ダメです。いきません。後ろも、あ、後ろはさっきより行くような気がします。リラクゼーションもみすると伸展が行くことが分かります。要するにこの辺の筋肉の緊張が取れたので行きやすい。でも前はダメです。前は逆に行かなくなりましたね。ということで今度は骨盤と仙骨の歪みだけを戻すやり方でどうなるかやってみます。